ージの直前っていうのはちょっと緊張しまして、皆さんね本当にいらっしゃるかなとかお客さんいらっしゃるかなとか、皆さんに気に入っていただけるかなとか、いろいろと心配なことがあるのですが、なんか1人につき5人分ぐらいの拍手をいただきまして、ありがとうございます。だいぶ安心が、して緊張がほどけてきました。今日はたくさんポスターも貼っていただいているんですが、ポスターと同じ衣装を着ております。瀬尾ひろなのこだわりは、演歌歌手の方はね、お着物の方、ドレスの方たくさんいらっしゃるのですが、私は欲張りなんでね、いいとこ取りをさせていただいて、で、着物のドレスというのを作っております。今回の新曲では、私のふるさとが岡山県の倉敷市、林間町というところなんですが、倉敷市というところがデニムの名産地でございまして、ふるさとの思いも入っております。デニムの布を使ったドレスです。いかがでしょうか。遠くの後ろの方のお客様、これデニムに見えます？近くに来ていただくとね、ちょっとこの端っこのところがデニムでいうダメージ、ちょっと傷が入っていたりして、ちょっと糸が出てるんですけど、これはねわざとでございます。ゴミがついてるわけではなくてわざとなんですけどね、そんなこだわりのドレスを着ております。今日はありがとうございます。お写真もたくさん撮っていただいて、またお友達にご紹介いただけたら嬉しいです。昨日はちょうどデビューの前、発売の前日ということで、ラジオ日本の夏木豊さんのホット歌謡曲に出させていただきました。聞いてくださった方いらっしゃいますか？ ありがとうございます。初めてですか、私とお会いするの。ありがとうございます。ラジオをきっかけにこうしてご縁ができたことも嬉しく思います。ラジオを聞いてくださっていた方はお分かりかと思うのですが、昨日ね、とってもハプニングがあったんです。何のハプニングかというと、 CM に入るときにですね、交通情報とかいろいろとスタジオから違うところの放送が入るときに、スタジオの音がオフになると聞こえなくなって、違うな放送が流れるときがあるのですが、その時になんと夏木さんと私が入っているスタジオの外が見える、スタッフの皆さんが座っているところからすごいなんか人だかりが見えまして、パッとそちらに目をやると、演歌歌手の大先輩八代亜紀さんが私に向かって手を振ってくださっていました。すごくびっくりして、八代さんがですね、ちょうど違う番組の収録で来られていて、頑張ってねと、まあ夏木さんに挨拶に来られたんだと思うんですが、私にもね、こうやってポーズをやってくれました。なんだかとってもご縁もあるし、なんかいいことがたくさんある、そんな青い鳥のカワセミの曲だなということで、とっても縁起のいいスタートを切らせていただいております。皆さんも一家に一羽、一家に一枚カワセミ応援してください。